お疲れ様です。ラットです。今日はですね、BO3 動画を、はい、紹介したいと思います。で、お相手が海外の、韓国ですね、XBOマスター選手という方なんですけど、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、昨年かな、クラロワリーグアジアがあって、キングゾーンドラゴン X というチームで、まあ、活躍された選手で、多分から、まあ、ほぼ格で、韓国で一番うまい選手かなと思います。まあ、日本でいうみかんさんみたいな、はい、感じの方と、まあ、交流戦なんですけど、その、まあ、BO3 をする機会があったんでね、はい、そちらの方の、まあ、リプレイにはなるんですけどね、はい、紹介したいと思います。というわけで、まあ、BO3 の3戦やりました。というわけで、1つ目ですね。はい。で、まあ、こちらですね。まあ、1戦目で、でね、しかも、バンアリなんですよ。で、今回、バンアリの、結構ガチなやつの BO3 なんですけど、僕の番がロイジャイ。で、XBOの番が、ベビドラですね。なんで、まあ、ロイジャイとベビドラ番。っていうわけで、まあ、このデッキ選択から、まあ、あれですね。結構考えてやってますね。で、僕は、メガナイトラムの枯渇っぽいやつなんですけど、まず、ベビドラ番なんで、まあ、小物が刺さるっていうわけで、小物系、かつ、あとロイジャイ、が僕はバーンしてるんで、メガナイトですね。メガナイトかロイジャイに対して結構火力が出ないんで、ロイジャイにはそんな強くはないカードなんですよね。で、まあロイジャイと、まあベビドラがないんで、まあ僕はこのデッキを選択したっていうわけで、でも相手はあれですね。まあロイジャイがないっていうので、ジャイプリデッキ。で、まあそのジャイプリが、まあ、ロイに弱いっていうのもありますし、まあ、ベビドラがいないから小物系を使いやすいっていうのもありますし、僕、この XBOマスターと結構ね、めっちゃではないんですけど、やったことがあって、昔にも。僕が30石とか小物が得意っていうのも多分知ってての、このジャイサンスペデッキ選択だと思うんですけど、まあ、それは結構いいデッキ選択ですね。はい、僕のメガナイトに対してプリンスも刺さるし、小物に対してファイブッドサップ。あるんで、まあまあ見ていってもらえたらいいかなと思います。で、前した時がいつだろうな、2017年とかかな、2017年の3月とかかな、多分2017年の2018年かな、まあでもその辺ですね。3月に党会議日韓戦っていうのがあって、まあ、そこで日本対韓国があったんですよね。でそこで3対3、チームの3対3で、僕は、ローラとテンゴットと僕の日本の3人チームで、まあ、あっちは XBOともう2人選手いたんですけど、まあ、そこで BO3 を2回かな、2回やりましたね。1回 BO3 やった時は、1回目勝って、1回目 BO3 で勝って、まあ、2-1 とかだったかな、で勝って、けど、その後の最後の、なんかもうこの試合取った方が勝ちっていうところでは、BO3 で負けて、まあその韓国に敗れたりっていうのがあったんですけど、まあでもそれぶりですかね。2年ぶりぐらいかな。はい。そのリーグでも XBOと試合しなかったんですよね。意外と僕がやるときはなかったんで、まあ、久しぶりのバトルでこれめちゃくちゃ緊張しましたね。めちゃくちゃっていうわけではないかもしれないんですけど、結構緊張しましたね。よいしょ。で、これは、その交流戦が、この下の右下でも書いてある通り、トレージャーハンター VS、まあ、僕が今所属してるクランですね。トレージャーハンター VS、あとは今月かな、解散してしまうディープスワップっていうクランの、まあ、交流戦ですね。はい。で、この交流戦は 2V2、1V1、2V2、1V1 で最後に、キングオブヒルの3対3の勝ち抜き戦の結構ちゃんとした、はい、試合ですね。で、まあ、その、交流戦の結果は、まあいいか。まあいいや。はい。で、ここ、あれですね。意外と、この、プリンスがきつくて、ラムもプリンスも通、ラムもメガナイトもなかなか通らないっていう感じですね。で、まあ、あとはもうこれはファイボート刺されて、まあ、この1戦目はね、ちょっと負けちゃったんですよね。そうなんですよね。はい。というわけで、まあ、2戦目ですね。はい。で、2戦目は、僕は、またメガナイトですね。やっぱシンプルにメガナイトが刺さると、僕はちょっと思ってたんで、メガナイトからの、あとロイホグ。
でさっき僕は相手がファイブ使ったんでっていう読みですね。ファイブ使ったから次はやっぱ違うスペルで来るだろうっていう感じの、まあホバリングロイホグのメガナイト入りのロイホグでございます。で X 棒がインフェラム、インフェラムですね。まあ最近インフェ型のラムライダーよく見かけるんで、まあそんな感じでちょっと違いますけど、ね、中身がバーバリアンとか入ってたりちょっと違うんですけど、まあインフェ型のラムライダーで大型メタですね。やっぱベビドラいないんでコウモリとかの採用がすごい高くなりますね。結局ベビドラ今意外とそのロイジャイにもゴレにもラバにも結構なんか何にでも入ってるんで、ベビドラバーンはまあなんかベビドラバーンをしとけば結構そのテンプレを封じれるっていうので、まあ安牌なバーンではあります。なんか海外で一番バーンレートがすごい高かったみたいなの前聞きましたね、ベビドラが。はい、でここはどうするだろう俺。コウモリからロリュババですかね、することないんで。でまあメガナイトは基本ラム来たらラム向きか、まあケツからアド取ったらケツからですかね。よいしょ。でここはポイズンでホバリング処理して、でここはエレキで正直余裕で防衛できると思ったんですよね。防衛できると思ったらこのホバリングやば残ってるやんってなって、ちょっと反応遅れになったんですけどっていうホバリングですねなんかね意外とこの集中するしちょっと緊張するしみたいなんで、なんかね微妙なプレイも結構多かったんですけど、これまあ見てもらえたらいいなと思います。はい、というわけでここで多分アウトローセバかな。とりあえず安牌ですね。することなくなったらアウトローセバしておけば安牌なんで、相手が攻めてきたらメガナイト防衛でカウンターに持っていきたいっていうのがまあこのデッキですね。でここはまあ右側ダメージ受けてるんでケツメガナイトで展開して、まあすることなかったんで、で僕もポイズン打つところがないんでホバリングに徹底して打っていきますね。よいしょ。でここはインフェルノタワーのターゲットしか取って、でここの入ってる池玉のタイミングが早いんですよ。コウモリ見て一瞬で飛ばしてるんで、でここはまあロイフグがバーバリアンで通んないマジで通んない。バーバリアンサイレント高いけど、その相手の対空がポイズンコウモリ、じゃあホバリングコウモリなんで、結構僕のホバリング処理を相手はなかなかできないっていうのはすごい美味しいですね。僕はエレキとかあるんで相手のホバリングに対してまあなんとかできるんですけど、相手はこのホバーをポイズン打たないときつい、アンド、まあ、攻めでもポイズン使うんで、こういうところでホバリングとかあるともっともっといい流れだったんですけど、まあ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 ですね。でここのエレキとかで左側も相手防衛しないといけないんで、ここでもうすでにアド取れてますね。アウトロー出してから相手がいつ出すかで分かりますね。これでまあ約4アドぐらい取れてましたね。よいしょ。でロリババも入った一発も入れれない。でこのままカウンターですね。多分ロイホグプラスのホバリングで、このホバリングの処理は相手がもうできないんで生き生きしますね。でこのままバーバリアとかも処理してくれるんで、で正直この展開が続いたら、まあ、僕はその基本的にアウトローセパでアウトロー左側とかにして、まあ、ポイズンをタワーに打たせないようにしたりして、まあ、やるんですけど、ワンチャン引き分けかなと思ったんですよね。ワンチャン引き分け、相手のまあポイズン削りが勝つか、まあ、僕の攻撃がたまたま通るかっていう選択しかないんですよね。でここで相手はどうするんだろう。ポイズン削って、ああまあ確実にあれですね、ガールを処理していけますね。そうこうされると僕の攻撃が入らないんですよね。しかも相手のラムしかないんで、結構攻め手が、相手のラムも僕のメガナイトとかエレキでダメージ入んないんで、そうワンチャン引き分け、ワンチャン引き分けゾーンですね。でこの相手のラムのタイミングもいいですね。僕はスペルサイズ瞬間なんで結構コストがギリギリで、ワンチャンこれ間に合ってなかったらまあ負けてたかなっていうような感じですね。まあでも結果はお楽しみに。はい、今まあコウモリターゲット取れず、インフェで一瞬で溶かされますね。でもう一回アウトローかな。多分後ろからアウトロー展開が安牌なんで、ここでラム来たらエレキでズシャーンで、これワンチャンやばい、ワンチャンやばいけどさすがに入んないか。はい、でまあメガナイト出して、やっぱ両サイですね、しっかり両サイで、ホバ真ん中かな、多分真ん中らへんにホバ出して、でこのコウモリもあれですね、まあ、ポイズンでいい感じに処理されたんですけど、これラッキー、これマジラッキーでしたね。左側が奇跡的に入ってるんですよ、これ。
やばくないですか。奇跡的に入ってて450で、まあ、ラッキーっちゃラッキーで、相手はこれはもうロイホグ読みかな、ロイホグ読みかミスかっていう感じのバーバリアンですね。でこのバーバがまあ正直美味しいですね、美味しい。でここでも攻めてあげて、まあ、ポイズンでホバリング処理&インフェかっこポイズン削りですね。ポイズン削り、これ回せばもう一回ポイズン打てるんですけど、ポイズンだけだと削れないんですよね。これロイホグとか一発入ってくれないと。そしたらこれめちゃくちゃラッキーで、多分バーバリンが一発殴るんですよね。一発殴るっていう奇跡が起きて、まあ、最後相手はスペル打たせまいと逆サイ攻めてくるんですけど、ギリ、多分ギリかな、ギリポイズンが間に合って、まあ、なんとか勝ちっていう、まあちょいと運がやっぱ絡んでますけど、気づいたら左ダメージ入ってることがないと、なんかまあそう勝てないですね、やっぱ楽には。はい、というわけで、まあラスト、まあ引き分けじゃなければラストなんですけど、まあ僕は最後スケラですね。これめちゃくちゃ迷ったんですよ。このアウトロースケラにするか、メガナイト、違う、このするか、あ、そう、メガナイトロイフグの、違うな、何、あ、バルーンだ、そう。バルーンにするか、このスケラにするか迷ったんですけど、僕が2連続、まあ、ロイホグ系、いや、じゃあ、メガナイトで、だったんで、まあ、相手最後、ファイブ積んでくると思ったんですよね、正直。今、ロイホグとかホバリングとか使ってたんで。正直、今回ファイブ積んでくるだろうな読みの、まあ、スケラですね。スケラ。で、相手は、ホグライトニング。最近見なかったですけどね。まあ、最近見なかったですけど、今の2戦を見たら、相手は僕は雪玉で1戦目、2戦目がロリババで、まあスペル的にそのウッドもウッドがない、かつなんだろう、まあ、ね、ベビドラとかがいないから、まあプリンセスとコウモリで、まあいいなんだろうな、すごいデッキ戦とかいいと思いますね。僕だからこのスケラロリババ入ってるんですけど、やっぱロリババなんで結局相手のプリンセスの処理が結構大変なんですよね。はい。というわけで、けどこの試合ね、結構、なんだろう、めちゃくちゃ考えるからこその、ちょっとね、ミスがめちゃくちゃ多かったんですよね。まあ、見てもらえば分かるんですけど。ここ相手はキッズランバーで、でも、もうライトだったんで、正直アウトローが最強ですよね。アウトローこう固めてしまえば、ライトニング、まあ、そんな怖くないし、よいしょ。で、このまま相手ランパー咲いたね、カウンターですね。ライトニングなんで、スケラがほぼ確で絶対刺さりますんで、ここはもうしっかり攻めます。こうユニットで、こう、前もこうプレッシャー与えてあげると、相手がきついんで、でこれ僕、ボムタワー、本当に 0.5 秒ぐらい遅かった。こういうミスがちょっと多かったですね。けど、まあ、スケラがやっぱ刺さってますね。で、ハンターで守りつつ、このまま多分アイゴレでスケラするかな。しないか。一回見送りましたね。一回見送って、相手はスケラ読み、ハンター出して。で、ここも、やったんですよね。これはマジで良くないとこなんですけど、これはしっかり直さないといけないとこなんですけど、こういうミスでちょっとホグのダメージが入っちゃってますね。これがなければ、正直だ、もっと余裕な流れではありましたけど、もう一回キッズアウトローですね。キッズアウトロー、相手もまあ生き玉なんで、このガールが結構きつい感じですね。お互いプリンとかがきつい。でやっぱコウモリ採用、よいしょ。でここはボムタワーで受ける。でこのまま多分右ハンター延命して、このままスケラで攻めますね。で今コウモリも咲いてたんで、ここがほぼ角で入りますね。ポイズン持ってたスケラ多分打たない、あ、打つか。あ、プリンセス処理のポイズンですね。で、ここのハンターが、やばいんですよ。えぐい。で、もう一発、そう。えぐいんですよね。で、ここは回して、ボムター置くんすけど、っていう、やっちゃってるんですよね、これ。ライトニングでハンターも処理されてたら、多分負けてたまで、ありますね。マジで、ボムタワーとか建物置くのが下手くそすぎてよくない。で、相手はこれ、タイミングがめちゃくちゃ、うまいですね。僕がスケラ打つだろうタイミングで、アイゴラ早急にランバーで処理して、まあ、コウモリで。スケラーをもう防衛してるんですけどやっぱダメージ入っちゃいましたね。それがスケラのすごい強みではあると思うんですけど、であと260なんで、まあ、ポイズン1回と、まあ、スケラがちょっと入ればっていう形で、まあ、このまま
回転早いんで、こう回して、アイゴルで、スケラで、まあ、あとはこれポイズンの終わりですね。よいしょ。まあ、てな感じで、まあ、今回 BO3 は、まあ、僕、勝てた。まあ、勝てましたね。はい。めちゃくちゃ嬉しかったですけどね、シンプルに。めちゃくちゃ、まあ、有名なプレイヤーなんで、はい。嬉しかったんですけど、まあ、ギリギリで、まあ、ミスも目立ったんで、その辺がちょいと、危なかったですけど、多分、今年のクララリーグで、やることが、まあ、ある、ないわけではないと思うんで、まあ、親善試合的な感じで、多分またリーグで、XO マスター選手とやることがあると思うんで、はい、その時も勝てたらいいなと思います。はい、というわけで、まあ、久しぶりに BO3 動画、まあ、リプレイだったんですけど、まあ、なんだろうな、ちょっといつも同じようなデッキ紹介とかなってるんで、久しぶりにはこういうのがあっていいかなと思いましたね。はい、というわけで、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。